はい、皆さんこんばんは、たかゆきです。今日もね、新型車の紹介をしていきたいと思うんですけども、先日動画でアップさせていただいた新型アルトね、12月22日ということでもう少しで発売になるんですけども、こちらね、じゃん、アルトのね、カタログがね届きましたので、こちらを見てですね、価格など前回お伝えできなかった部分を紹介していきたいと思います。まずですね、このイメージカラーがね、このブルーのアルトなんですけど、かなりスタイリッシュでかっこいいですよね。で、こう見ますと、燃費の方なんですけども、 WLTC モードかな、 27.7kg ということで、これはハイブリッドモデルの燃費なんですけども、ハイブリッドの肉ですね。非常にもう驚異的な燃費ですよね。コスパが良くて燃費もいい、このアルトね、なかなか今のハイブリッド車ってアクアとかプリウスとか車両本体価格がすっごい上がっちゃってるじゃないですか。いくら燃費がいいって言っても、そういった車を買うのはちょっと抵抗があるということで、アルトのハイブリッドは本当にね、車両本体価格も安くて燃費もいいということで、お財布に優しい車だと思います。内装の方もね、こういうブルーを基調としてて、おしゃれですよね。今の現行のアルト私乗ってるんですけど、高さがね、少しアップしたことで、室内高もね、3、4センチ頭の上にね、余裕ができたみたいなんですよ。これはね、ちょっと羨ましいかなって思いますね。最終型のアルトはね、セーフティーサポート付き始めてたんですけど、もうデュアルカメラですよ。デュアルカメラのセーフティーサポート。かなり安全性も高まってるんでしょうね。車線のね、はみ出しの予防とか、車線逸脱警報、ふらつき警報機能、先行車発進お知らせ機能、ハイビームアシスト等がついております。今回のね、アルトなんですけど、AGS が使われたらちょっと嫌だなって私的には思ったんですけど、全グレードね、CVT が採用されました。AGS もね、面白いんですけども、常にね乗る車としてはちょっとガクガクしてね、スムーズに変速しないということで、私もともとマニュアルは好きなんですけども、 AGS についてはちょっと中途半端かなと思ってたんで、こういったクラスでは CVT がね本当に乗りやすいかなと思います。で、そしてアルトワークスについてはですね、たくさんの声が上がってて、出してほしいという声は非常に多いんですけども、今回発表発売時については、アルトワークスはですね、まだ未発表ということでございます。おそらく後からね、出てくるんじゃないかなと思うんですけどもね、楽しみに待っていたいと思います。ワゴン R で採用されていたこのヘッドアップディスプレイですね、これグレードの高い方の車になったりすると、こういった装備も付けられるみたいですね。そしてね、じゃあ問題のね、価格なんですけど、グレードのね、ベーシックの方から見ていきましょうか。はい、グレード A なんですけど、 A っていうとね、バンっていうイメージがあるんですけど、もうこのアルトに関しては全然バンじゃないです。乗用ですよ。肉四駆 CVT のラインナップがあって、メーカーオプションでね、バックアイカメラ付きディスプレイオーディオっていうのがありますね。今はもうスマートフォンでね、カーナビをつなげて操作する時代ということで、バックカメラとモニターだけあればいいっていう方はね、このバックアイカメラ付きディスプレイオーディオがお得になっております。で、驚くべきはね、このアルトになってから車両本体価格がぐんと上がるんじゃないかっていう心配をしてたんですけども、鈴木さん頑張ってくれました。肉の CVT でなんと943,800円。安いです。通販番組みたいになってますけど、これ車両本体価格100万切ってくれないと、アルトじゃないっていう人いますよね。やっぱね、ベーシックグレード、ベーシックの車は軽自動車なんとか100万円切ってほしい。120万円スタートとか、そんな軽自動車ばっかりじゃないですか。そんな中ね、アルトは頑張ってくれました。そしてカラーリングなんですけども、結構多いですよね、カラーリングね。私が好きなのはね、このソフトベージュメタリック。今はね、ベージュのアルトに乗ってるんですけども、その色にね、フォーンベージュっていう私限定色だったんですけど、そのカラーに近いね、ソフトベージュメタリックが私的にはおすすめでございます。ちょっと注意点なんですけど、 A と L についてはハイブリッドではなくて従来の
エネチャージ。エネチャージだけでも十分燃費いいんですよ。私が乗ってるアルトでもリッター20キロ超えてるんで、街乗りで。なのでエネチャージでも十分だとは思うんですけども、まあ、やっぱりねアルトに初採用されたハイブリッドをね、乗って試したいじゃないですか。ですので買うとしたらね、その上のグレードになるかと思います。装備がちょっと良くなった L なんですけども、これもね、なんとニコの CVT は998,800円ということで、ギリギリ100万円切ってます。グレード展開なんですけども、まあ、私的にね、このアップグレード装着車っていうのが、ヘッドライトが LED になったりするんですよ。なので、アップグレードは必須かなっていうふうにね、私的には思います。車外の LED バルブをね、入れてもいいかと思うんですけども、結構社外品の粗悪品を入れるとね、LED バルブすぐ切れちゃうんで、まあこういったね、純正の信頼性のある LED にしていただけると、まあ長持ちするということでございます。そして問題のね、ハイブリッド S とハイブリッド X ですよ。まあ詳しいグレードの装備については前回の動画の方をね、ご覧いただけたらと思うんですけども、私が買うんであれば、ハイブリッド S の LED ヘッドランプ装着車を買いますね。そうすると115万5000円車両本体価格、まあ、お乗り出しね、まあ、大体130万ぐらいになってくるかなと思うんですけども、これでね十分かと思います。このハイブリッド S スチールホイールにホイールキャップなんですけど、アルミホイール絶対自分の好みの入れるじゃないですか。だったらこれ、はいでそのまんま乗りたい、そのままプッシュスタートでアルミホイールもついてそのまんまノーマルの状態でかっこよく乗りたいっていう方はハイブリッド X を乗っていただけるといいんじゃないかなと思います。一番いいね、ハイブリッド X は、2区でね、125万9500円。4区で137万9400円ということで、4区で一番いいグレード、ハイブリッド X になると、お乗り出しが結構いい価格になってきますね。105、60万ということになってくるので、このクラスになってくるとちょっと別の車種も考えちゃおっかなっていうようなね、価格帯になってくると思います。ではね、エンジン出力とかパワーの方を見ていきたいと思うんですけども、まあ、燃費についてはね、ハイブリッドの方が2区がね、27.7 キロ。で、4区って言っても2キロぐらいしか落ちないんですね。素晴らしい燃費効率だと思います。そしてエネチャージの方でも肉のモデルが 25.2 キロで、エネチャージの方も2キロぐらい落ちるぐらいですね、4区になるとしても。でパワーなんですけども、ハイブリッドの方が49馬力、エネチャージの方が46馬力、トルクにするとハイブリッドの方が 5.9 キロ、エネチャージの方が 5.6 キロ。まあ、トルクとかパワーについてはハイブリッドもエネチャージもそんなに変わらないんだなっていうのが分かります。まあ、長い目で見た時にね、ハイブリッドの方が楽しめてお得かなと思いますので、まあ、今回ね新型アルトで採用されたハイブリッドのグレード S と X が私的にはおすすめになります。アルトはねもう歴代ね、歴史を重ねて改良改良してきている車ですので、特にね今回すごい新システムを採用しているということではないので、もう安心してね乗れる1台になるのかなと思います。エンジンもね安心できる R06 型ですよね。そしてエンジンの方がね DOHC12 バルブ吸排気の VVT がハイブリッドシステムには採用されて、ベーシックグレードのね L と A の方には VVT 可変バルブの方は入らないみたいですけども、まあ十分かと思いますね。でもちろんどちらもレギュラーガソリン仕様ということでね、今回は新型アルトのねカタログが届いたということで、価格帯などね詳しいご説明をさせていただきました。あとね数日で発売でございます。もう注文された方も多いんじゃないかと思うんですけども、結構ね、売れるんじゃないかなっていうふうにね、私的に思っております。またね、何か気になる情報がありましたらお届けさせていただきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。ではまたね、次回お会いしましょう。じゃあねー。
高行追走クラブチャンネル。